竜王像。北京祝いに司海竜王とは司会を治めるとされる4人の竜王のことである。本記事は主に中国の司会竜王について取り上げる。司会竜王は古くは、唐の幻想が751年に司会の神を封じてそれぞれ広野陵、氷王、高順王、広沢王の称号をそれぞれ授けている。竜王、真の姿として現れるが、 普段は人間風の竜として竜宮でエビやカニたちに守られている。海を統治すること以外に雲と雨を操る。怒らせると都市を洪水にしてしまう。東海竜王が最も大きい領土を持つという。それぞれ別名がある。方針演技では四海竜王の名は東海が高校、西海は高淳、南海は高明。 北海は高基地と記されている、四海竜王は、雨を降らせたり、海を管理したり、世の中の水に関係するものを引き受けている。川や湖などにも存在している。それらの元となっているのは、四つの海を支配している、竜王、東海竜王、南海竜王、西海竜王、北海竜王である。中国の昔の人々は、大陸を四つの海が囲んでいると考えていた。 また、四海竜王は、玉帝の進化として、重要な存在でもある。そして、多くの魚介類を支配するという役割もあった。また、四海竜王はそれぞれ宮殿を持っている。四海竜王は、方針演技、採遊記などいくつかの作品に登場する。方針演技では、タと争ったり、採遊記では、孫悟空に金庫棒を持って行かれたりする。また、四海竜王は、 呼ばれ方や名乗り方に登場する作品によって変わることがある。かひかり神が主人公となる、南阿蘇ぶきでは、東海鉄跡竜王と呼ばれ、我慢樹五竜朝、聖という劇では、東海銀賞竜王、南海赤ひげ竜王、西海銀星竜王、北海賢将竜王と名乗る。最有記における竜王は、孫悟空にしてやられる役回りである。孫悟空は、東海竜王、 高弘の竜宮の地下に、海の重りとして置いてあった、如意金庫房を、竜王の他の宝と合わせ奪い取ってしまう。司会の竜王は相談して、玉帝に悟空の悪行を訴える。再会竜王、高ウ竜の第三大使、玉竜は、火事を起こして報酬を焼いてしまい、再会竜王がその罪を玉帝に訴えたため、罰として、鞭打ちの上死罪を言い渡された。その後、 完全音菩薩の再開流王への取りなしもあって、死罪は免じられ、三蔵奉仕の馬となるべく、蛇万山の高週間に住み、500年間三蔵が来るのを待ち続けていた。しかし、肝心の三蔵が来た時にはそうとは気づかず、三蔵が乗っていた白馬を飲んでしまい、代わりとして白馬になっているという役である。最有期成立以前の先週開元時の二十頭浮き彫りに、 剣を持った姿が、東海下流大使と刻まれ、両武帝、東三蔵、猿行者と共に見られる。ナタは、水を浴びする、際、強力な呪具を身につけたままであった。そのためなんと東海竜王の竜宮まで揺れ、東海寸前にまでなった。事態把握のため天帝の命及び、東海竜王の命により調査に出向いた夜社族で、ある純ゅん梅屋斜里を、は殺した。 このため、東海竜王高校の古高兵は、人の姿で、お成敗しようとするが、に逆襲される。高兵は、竜の正体を表して反撃するも虚しくに、背中の筋を剥ぎ取るというおぞましい方法で、殺されてしまう。そして大胆不的にも、高校に、高兵の亡骸である背中の筋を返す。当然高校の怒りはますますました。しかし、 実の息子を殺されたにもかかわらず、東海竜王高校は、直接打って出ることはせず、玉帝に訴えるという、情けない行動をここで取る。高校が玉帝に訴えるということを聞いたわしで、ある、大医新人に、自体打破の秘策を伺った。大医新人は、また大胆不敵にも東海竜王高校を待ち伏せして、叩きのめすことを、にそそのかした。そして、 玉帝に訴える直前に、は、待ち伏せに成功し、計画通り、は、高校をねじ伏せ、玉帝への訴えを退ける約束を勝ち取ることになった。だがさすがに今度は、司会竜王全員が、の暴挙を訴えたためにやむなく司会竜王との、両親の前で、は、責任を取るために自害することとなった。この話からも見て、取れるように最勇気に登場する。 司会竜王よりも情けない竜王であると言える。またこの話からもわかるように中国にも竜体実説話が存在する。ありがとうございます。